マスメディアにも新聞、テレビ、ラジオという3媒体があって、それぞれ機能がまず違うということを理解しなくちゃいけないんですね。新聞はもともと言論機関であり、自由な意思に基づいて発言するもの。それに対してテレビ、ラジオというのは放送法によって報道が許されており、政治的公平性が求められるもの。本来新聞には政治的公平性は必要ないんです。ないものに対して日本のマスメディアは不偏不党とかですね、党に偏りがないとか、イデオロギーを我々は中立であると言って、そこでまず読者を騙している。で、それに対して新聞やラジオというものは、政治的に公平でなくてはいけない、多様な意見テレビが、のライブテレビとラジオですね、ごめんね、政治的に公平でなくてはならない、多様な意見があるものはそれぞれを取り上げなくちゃいけないとされているので、本来そこに、公平性が必要なんですが、これができていない。で、ここの最大の問題というのは、日本においてマスメディアの基本であるメディアの集中排除原則という基本原則が成り立っていないというところに問題があるわけですね。本来マスメディアというのは、それぞれが資本を別々にして集中を排除する、そしてそれぞれが言いたいことを言い合ってぶつけ合う、で、自らのポジションはこうであるという明確な意思を持って書くことによって、それを読者が認識してぶつかり合って打ち消し合っていくというのが正しい姿で、これが世界的に言うマスメディアの集中排除原則というものになるんですが、日本の場合、新聞社とテレビ局とラジオ局が同一資本上に並んでおり、場合によったら地方局などは2つのテレビ局がお互いに1つの局に対して番組を供給している場合もある。そして現在、キー局が地方局をどんどん買収していってしまっている状況にもある。つまりそれで、それだけだったらまだこの対立構造がきれいにできるからいいんですが、日本の場合、代理店側にも問題がありまして、代理店側に一業種一社制が取られていない。例えば広告代理店というのは、世界的に言えばトヨタ自動車の広告を受けていたら日産やホンダの広告は受けられないんです。なぜならば社内で新商品の情報等を扱うので、その情報が漏れたりする可能性がある。だから基本的に代理店というのは一業者一社制というのが基本なんですが、この一業者一社制がなくてですね、例えば吉本なんかっていうと、在京の企業ですね、フジテレビ、テレビ朝日、日本テレビといった形でですね、全てのテレビ局が出資して芸能プロダクションまで持っちゃってる。で、要は本来はタテイトのこのメディア、いわゆるメディアグループだけならまだいいんですが、横糸まであるんですね、日本には。代理店といわゆるメディア、いわゆるその芸能事務所をはじめとして。で、今問題になってるのは、ある制作会社がですね、ほとんど日本のキー局のワイドショー、報道バラエティというものを1社で8割近くキー局あの部れは分ひでどい言えばね。作っているという状況にあって、こんなものメディア排除現集中排除どころの話ではなくてですね、独禁法にもこれ該当するような案それ件はなんですオフィスね。なんとかって言ったかも。いや、泉放送政策でしょ、そう大です、体そうで今す。おっしゃったの。別にこれ自分で出してるからね、タイトルをね。名前挙げても大丈夫だと思いますよ。それは事実だから、本当に。グッデーとかそういろんなので、フジテレビ4局、4番組、テレビ朝日2番組、日本テレビ何番組という形でですね、ほとんどのバラエティーと言わあれとるサンもデーのモーをニングもやってサンるデーね。モーニング1社で作ってるという、この状況は明らかにこれ、独禁法やメディア集中排除原則に反してるんですよね。で、縦糸横糸でガチガチになっていたこのいわゆる既存メディアというものに対して、黒船がやってきたのが、小森さんが言ってきたインターネットという今までの既成概の勢力がやってきて、それでガタガタになって、で、特にその金銭的にもお金が詰まってきていると。で、ついにインターネット等の媒体費がテレビの広告費を抜きましたので、結局その分食われてしまってるわけですね、テレビから。で、当然お金がなくなってくると、お金がなくなってくると、どんどん質が低下していく。質の低下がより一層プロパガンダ色を強めて、テレビ局を腐らせていくっていうことに今なってるんじゃないかなと私は思います。そうですね。今ちょうど、せっかく最後にね、その例としてテレビ上げてもらったんでね、言いますと、本当にその今言った通り、泉放送政策っていうのは、これ個別に攻撃するんじゃなくて、具体的にそう各局にまたがってやってるし、多分ね、私40年前かに、私ドラマの監督として、彼らが作ったドラマの監督やった気がしますね。で、私が昔もやって、私もリバースという会社を、実は制作プロダクションですけど、やってまして、これはフジテレビからも日本テレビからも TBS からも
あの企画を出してそれでドラマ作ってきたっていうのはありますからね、よくわかるけど、あの当時は泉音頭政策っていうのは TBS が大体中心だったんですね。でも今はもうフジも何も。それ最近ですか、そんな独占が。まあ独占って言ったらどうだろう、まあ、独占というよりもだんだん強すぎるような状況になっちゃった。8割ぐらいですね、代理店がね、代理店が噛まなければそんなに取れないと思うんだよね。あのね、実際はね、下請けに任せるのが楽なんでね、うん、テレビ局はみんなそうやってきたんだけども、ただ今の今言ったように独占的なね、そのワイドショーとかそういうのやるようになったのは、あの比較的最近だと思いますよ。これあの昔は例えば泉放送政策というのはドラマとかそれやってたけど、あの他のバラエティーをね中心ではなかったから、だから今ワイドショーとかね、あの何か事件、まあ何でもいいんですけど、何かあった時に各そのテレビ局をまあチャンネル回すなんて言ったらもう笑われちゃうけどピッピッピッって変えていくとね、みんなどこでも同じことを言ってるわけでしょ、うん、どこの局でもね、全部同じテーマで、ちなみにあのそれは結局同じ会社が作ってるんだから、そうなるのは当たり前なんだよね。泉放送政策のホームページに書いてある名前だけで言いますと、日本テレビでおはよん、ジップ、TBS で朝ちゃん、ビビット、N スタ、昼帯、それはすごいわ。いや異常なことだよ、昼帯もそうなんですね、うん、ビビットで、TBS でサンデーモーニング、TBS テレビ、その他、フジテレビノンストップ、ストップ、グッデイ、スポーツ番組制作協力、目覚ましテレビ、でテレビ朝日でモーニングショーですね、スーパー J チャンネル、テレビ東京で、ニュース関係でいうと制作協力ですね、これは、いやでも実際はやってるんです、制作協力って著作の問題だけだから、あの実際おっしゃるようにこういうことなんじゃないですかね。つまり、まあ、さっき言いましたけど、スポンサーがお金出せなくなってテレビ局がお金取れなくなってた、うん、と一時これ下請け叩きみたいなのがあったじゃないですか、うんうんうん、だから自分たちで作るとコストかかっちゃうから下請けに無理やり安くやらせるっていう状況になった時に、そのあるその下請けの会社がブワーって全部取ってったっていう、そういう話なんですかね。あのね、基本的にはね、あの私はそれ自分も下請けプロダクションで、うん、あの2時間ドラマとか制作したから分かるけど、あのそういう意味ではもっと、私何十年前ですけどね、これ、具体的に言うと下請けのプロダクションとプロデューサーの密接なつながりみたいにできて、はっきり言うとバックペイとか、特に歌番組が派手だったわけ。例えば13本っていうのは3ヶ月の歌番組やると、そこの局のプロデューサーは一軒家が建つと。でもっと言うとひどいやつは、私のドラマの、私がやったドラマじゃないですけどね、別の枠で13本のドラマを引き受けた時、まあ、これ90分ドラマだけど、その時その下請けプロダクションの社長が編成の局の編成に言ったら、皆さんに別荘1軒ずつプレゼントできるように頑張りますっていうような形、特に歌番はもう NHK もそうだったんだけどね、本当にひどかったの。つまり1回テレビに出て歌を歌うってことは、まあ、昔はレコード店前で全国回ってね売り込んでたのに、もう一発なんだよね。だからもう金と、まあ、変な言い方だけど女とという提供とかものすごい派手だったんですよ、少なくとも 20、30年前までは私が現場にいる頃で。そういう時代ですから、今言ったようにこの一番問題なのは情報番組なんですよね、それ、うん、プロダクションでドラマとかね、あれとかいうものと違ってニュースショー的なものがすごく多いでしょ、それ。いわゆる報道バラエティと言われるものの、うん、ほとんど在京キー局を一社で作ってるような状況ですね。それでね、もう一つ言うと、テレビ局の局のチーフプロデューサーとかそういう人たち、もちろん制作に絡みます、チェックもしますけど、ほとんどのものがまずプロダクションが作って、でこれでどうですか、あいいよ、こここのやってくれよとか、こういう感じでやってますから、この泉政策の政策意図とか、いろんな内容に関してはものすごく下請けが現実的なことをやると。だから楽なんですよ、プロデューサーは、局プロは、うん、それとこの報道バラエティっていうものそのものに問題がありまして、厳密に言うとこれは報道枠じゃないんですよね、うん、報道枠ですと放送法でかなりきつく、放送倫理規定にもかかるんですが、あくまでもワイドショーはバラエティの枠なんですよ。バラエティと名乗りながら実際には報道的なことをやっている、うん、建前はバラエティなので、放送法の厳しい規制から
倫理規定上外されていて、実際にやっていることは政権批判であったりひどいプロパガンダを、それも一社が作ったものを各局で流しているという状況にある、うん、なんか分かった分かった。私豊洲問題で、うん、あのね、要は普通に検証したら豊洲は問題ありませんっていう、うん、そういうセリフ関係もあっても良さそうなもんじゃないですか、うん、そうそうそう、あの時一個もなかったんですよね。で全てのワイドショーが同じことやって、うん、で小池栄子が持ち上げたわけですよ、うん、これなんでかって言ったら一社が作ってるから、だから同じとこ作ってんだ。だから豊洲、西田さんさ、豊洲だけじゃなくて例のほら森友だとか賭けだって、ね、全部同じなんだよね。だから各局見ても全部同じ調子で、それで、ね、叩いてる、ね、あの今渡辺さんのことで言うとね、あのいわゆる放送法の中には、例えば教養番組、報道番組、娯楽番組、これを全部バランスよくやるというのが民放の、まあ、規定なんですよ。でおっしゃるようにね、バラエティでやってもバラエティじゃなくて、である時にはそれがね、あの報道番組になる時もあるわけ、うん、だからまさに例えば、そうそう、池上なんとかとかね、あの池上なんとかのなんとかあの番組あるじゃないですか、解説するの、はい、あれじゃあどっちでも持っていけるわけ、うん、つまりある時にはね、これはバラエティ番組だと、いやでもじゃあ真面目にやってますから、あのニュース番、うん、報道こう枠組みとして、放送法の枠にそういう今言ったような曖昧な形でね、番組基準として教育放送とかなんかいろいろで何パーセントって最低超える程度は入れなくちゃいけないと、うん、放送が公共のものであるという前提においてあるんですよ。でこれを報道に入れると非常に厳しい規制を受ける。ですからテレビ局でやってる報道番組に関してはそれほどひどいプロパガンダっていうのはないんですね。ところがこのバラエティっていうのはこの枠を完全に外してしまっているもんですから、好き勝手できちゃうんですよ。だからむちゃくちゃな報道が起きるんですね。本当危険ですよ、うん、危険ですよ、危険です。だから要は特定の政治的と、まあ、多分あの豊洲問題だと、まあ、ぶっちゃけの一個は共産党ですよね、うん、共産党にはもともと進めた路線なんだから、うん、だからそういうのが一回ハマっちゃって、それで あらゆるワイドショーとかバラエティと同じようにこう報道されたら、うん、絶対なんかああいう風になりますよね、うん、で後でそれをひっくり返そうと、まあ、藤井先生たちが頑張って正しい情報を出してきましたけれども、そのすごい時間の無駄になっちゃう、ね、それと少数意見としてね、はい、あのちょろっと出ただけになっちゃうんだよね、あのテレビではほとんど、ね、だからあの危険って言ったらまさにね、その情報統制社会ですよ。だから、うん、昔さ三沢さん書いた本にも出てくるけど、まさにビッグブラザー、うん、ね、オーエルが言ってた、うん、ビッグブラザーがそのもう今テレビの背後にもいるわけですよ、情報を統制してる、うん、だから、ね、もうそういう社会だっていう、変な言い方ですけど、三橋さんとか出てらっしゃるね、地上波の番組、私もこの前テレビタックルも出させてもらいましたけど、あれテレビ朝日が作ってますけれども、制作会社、子会社ですけど、あちらはまだしっかりしてるんですよね。あそこはなその例の会社なんですか。じゃない、別です。多分ね、三橋さんが出てるのは全部テレビ局の直営の下請け放送会社みたいなところは、はい、うん、昔はね、オフィス21っていうのがね、あの、あ、今もありますよ。いや、もちろん今もありますよ。あれは有力なところなんだけども、例えば一番ね、テレビで言うと、私もそれやったか分かるんだけど、あのニュースステーション、ニュースでなんかもう一つ前、久米宏のニュースステーション、ニュースステーションでしたかな、あれが初めて基本的にあのニュースショーになったんですね。あの報道番組とニュースからニュースショーを始めた時代で、ああいう形であの久米さん あのキャラクターとかね、なんかで言いたい放題言うと、その中でいろんなものを意図を込めてやっちゃう、それがどん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 言って、今渡辺さんの言った状態に今なってる、ね、だからある意味ね、アメリカはね、あのそれをね、もう通り越した状況だから、トランプがああいうことを平気で言ってるんだと思いますね。その辺ちょっと小森さんにも聞きたいんですけど、要するに MSBN のね、女性キャスターに対してトランプは本当ものすごい口をそのすごいね、まあ、ミカ・ブレジンスキーって言ったんですよね、ブレジンスキーに対して本当にもう罵るような言葉で非難してますけども、あれはそれだけ MSBN はね、ひどい報道をもう過去何年間かずっとやってきてて、特にこの1年間ひどかったと思うんですよ、大統領選挙の時からね。でそれも指摘されてましたよね。でそういうのがあった上で、それをまた多くのアメリカの視聴者は分かってるという判断があるから、トランプは平気だということを言えるっていうのもあるんじゃないですか。だから逆にあれはそのトランプのことを あれでまた新聞は非難しますけどね、ワシントン・ポストやニューヨーク・タイムズは非難するけども、しかし逆に喝采を浴びせるアメリカ国民もいっぱいいるわけですよね。でそれをいるってこともトランプは知ってるんじゃないですか。その辺の、それは全くその通りですよ。そうですよね。日本で知らされているアメリカの今の状況っていうのは全然違いますよね。全然一方的でね、そうなんですよ、反トランプ陣営と、うん、新トランプ陣営との、うん、
まあ、アメリカの国民を大雑把に分けて2つあってね、うん、日本で知らされてる報道というのはその反トランプ陣営の一角に、しかも中心の部分に位置しているワシントンポストとかニューヨークタイムズとかっていう大手メディアね、うん、が発信するトランプ憎し、トランプけしからん、トランプ愚かだっていう、うん、とにかくケチョンケチョンに悪い言葉だけを書く、うん、報じるというところが日本に来るから、日本の大手メディアもその部分だけを受けてやってるという、うん、だから今お話しあったミカ・ブレジンスキーのことだけども、うん、これは MSNBC っていうのはやっぱり反トランプキャンペーン、反保守キャンペーンをずーっとやってきてるね。CNN の、クリントンニュースネットワークって言われるけども、MSNBC の方はね、もっと過激なんです、過激に反保守なんですよ。だからずーっとやってきて、このミカ・ブレジンスキーってのは特に言葉がその暴走するタイプでね、それはもう悪行雑言を言ってきてるわけですよ。だからそれに対してついにトランプがね、またワンタルクっていうかね、クズをポッて言っただけで、だから今あるのは、今日本で知られているのはそのトランプが反撃をしたってことだけでね、うん、反撃をするだけの理由が山のようにある、そのだからこの部分に光がいかないわけですよ、うん、であれと同じですよ、安倍首相は秋葉原でね、うん、こんな人たちに負けるわけにはいかないって言ったのと同じことで、じゃあこんな人ってどんな人っていうことなんですよ。それが全く報道されないわけですから、アメリカの場合は、ごめんなさい、アメリカの場合は放送改革をすでにやっており、もともとですから左寄りに偏ってたメディアを中立であるという建前があったんです、うん、日本の放送法のように、うんうん、建前をなくす代わりに FOX などの新規参入を認めたことで、うん、メディアが自分のポジションを明らかにして報じるようになっているので、うん、日本のその公平性を装った放送とは全く違うという、うん、その最前提を多分理解しないといけない、違うポイントで、ね、ええ、だから結果的に今アメリカのニュース番組で一番視聴率が高いのは FOX の、 特集ですよね、あの例の優先ではね、優先では、うん、いやだからね、だからいいですか、今その渡辺さん言われたことで、フェアネスドクトリンっていう公正ドクトリンっていうのがあって、うんうん、放送法でもそのこういう意見が分かれる問題は公正に分量も同じぐらいにして報道しなきゃいけないとかっていうのがあったわけですよ。でそれでずっとある程度規制されてきたんだけども、そのレーガン政権時代にそれをもうなくそうということでなくしたけど、これ1981年、82年頃だから全く自由になって党派制でバン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 やってると、だからそのフェアネスドクトリンっていうのはあるとやっぱり保守の方がこう抑えられてしまうというようなことがあってね、だから不公平だっていう、メディア自体がリベラル左翼ですからね、でそれがなくなって今非常にこう風通しが良くなってる。ちなみにね、私これ書いたんだけど、日本の放送法もアメリカが作ってるんですよ、1950年だからね、全く GHQ の方針で、だからアメリカがそのね、フェアネスドクトリンの入った放送法がアメリカでできたのはね、1949年、で日本で50年に同じものをボーンと出してきてるわけですよ。で日本はそのまま何も変えてないと、だから日本の方がもっと悪質なんだよね、この建前があってさ、それを守るふりしながら全然守らないことをやってて、でいざ自分たちがどっかへこう逃げ、批判されると、なんかその建前を持ってきてこう盾にするみたいなね。いや、まるで憲法に対する日本人の態度とも同じですよ、うん、ある意味でね、ちょっとまあ本当にその今渡辺さん、せっかくそのテレビの方で言ってる、そのさっきの泉放送政策、うん、そのものを作ったじゃなくて構造的にそうなってるっていうのはね、うんうん、なんだけども、一番問題なのは、例えば放送法のね話で言うと、テレビ局の株は外国人株ってのは限られてるんですよ、うん、2割超えていけないだったかな、確か、そうですね、20%ですね。でもまあフジテレビなんかは、なんていうんですか、議決権なしの株で買わせてる、うんうん、あるいは日本人の名前を通して買わせてる、こういうこともあるんだけども、このでフジテレビとか日本テレビとかみんなこれ局が作ってることになってるけれども、実際には今さっき言った泉放送政策とかそういうプロダクションがね、下請けプロダクションが取ってて、そこにはいくらでもお金がね、いろんな外国勢力とか、さまざまな外国人とか、いろんな人たちを入れることができる、制限がないんです、例えば2割以下でなきゃダメだとか、そういう制限もないし、いろんな例えばテレビ局、私びっくりしたのは、やっぱり一時名の張さんとか金さんとかね、こういう人たち、これダメだって言うのやるし、能力がある人かも分かんないけども、こういう人たちもどんどん入れる。それからもう一つは、さっき私が言ったように下請けプロダクションと、かつてですけど、今は私ははっきり直接関係ないからわからないけど、昔は下請けプロダクションが局のプロデューサーをいろんな形で接待というかね、いろんな競合をして番組もらう、特に歌番組とかプロの歌のプロダクションとか本当にあったわけです。これ NHK まであったんだから。で
実際そういう通貨の中でやるという形で力のあるあるいはお金を使えるこういう人たちは、こういうことで範囲を広げてきた可能性が非常にあるんです、ありますね、スタートアッププロダクションは。でそこの中に実は大陸や半島系のお金のある、まあ、もっと言えばパチンコとかね、あのいろんなところが今見て分かるようにテレビ局の今番組でパチンコ系の番組ってのはすごく多いでしょう。これはお金があるとこしか今スポンサーになれなくなってきてるからということで、下請けプロダクションを通してさまざまな、こう放送の内容のいろんなことをやることが今可能になってきて、いやもう十分、まあ、それだけより最近はもっとひどくなって枠売りでそのまま番組枠売っちゃってですね、うん、で番組テレビの通販番組がその典型ですよね、うん、そのまま中に関してはテレビ局が介入しないと、うん、枠売りですよ。だから電波不動産って言われてるんですね。いやもともとだってテレビ局はもう 3,40 年前から施設産業になっちゃったんですよ、うん、いやだから例えば施設だけ、うん、その大事なちょっと指摘をね、アンテナがあるだけでね、あの BS とかね CS の番組で今渡辺さん指摘したようにね、実はいろんなところが入ろうとしたんです。で総務省も一回独占というのをあの民放の独占を破ろうとして CS や BS 作ったんだけども、うん、結局何をしたかと金のあるキー局が全部その枠買い取ってったの。誰も入れなくなって自分たちは何もできないから通販番組で今言ったようにあの 枠売りをしてあのそれで商売する。だから BS の中でも一部はいい面白いのもたくさんあるけれども、昔の番組と通販番組っていうのは中心になってるのはね、それなんですよ。だから誰も入れないようになってるんですよ。でもね、これ問題なのは、うん、多分ね、特定の思想のメディアがあることじゃないんですよね。競争がないことなんですよ。競争がない。だから一色体になってしまってるっていうのが明らかに、うん、あの今見えてきてますので。いや異常な異常な事態で。なんでしょう。まあ、こうさっきのプロパガンダじゃないけど、プロパガンダってもっともらしいんですよ。うん、だからみんな信じるんですよね。うん、それ一色にバッと染められてしまった時に、多分日本っていうのは情報について本当にビッグブラザーの世界で完全に統制された状況になっちゃってな、うん。今もうそうなってると思います。そうなってますね。すでに、うん、なってます。あのそれが非常に巧みにね、下請けとか株主とかスポンサー、つまり一番テレビ局が経営の基盤になるようなそういうところの部分がね、あの全部そういう形でやられ始めてるというね。あのちなみにこの泉総、放送政策実名は出ませんでしたけれども、うん、今年、6月28日のフジテレビの株主 総会で、うんうん、特定の会社に政策が集中しているのではないかという形で株主からの質問が出ております、うん、ものすごい荒れたんでしょ。ものすごい大荒れでしたね、CX の株主総会、はい、去年も荒れてました、一昨年も荒れましたけれども、うん、今年はさらに大荒れで、うん、結局株主総会が耐えられないからだという理由で多分会長が辞められたんじゃないかと、うん、強い批判で、結局ですね、あの私はもうずっと下請けでね、テレビドラマとかあの番組やいろんなものを作ってきましたから分かりますけども、はっきり言うとテレビ局はお金を出してるだけ、 枠を持ってるからだけであってね、現実に我々がやってた 2,30 年前の時代はほとんどプロダクションが作る、あカンパケって言うんですけどね、完全パッケージ、うん、全部作ってそれで納品して、まあ、一応チェックしますけども、うん、試写をやって基本的にはそれで済んじゃう、そういう形でプロデューサーとしては現場に来てようよって役者やタレントに挨拶して内容だけチェックする、まあそれだけじゃないよって言われて困るけど、私は現場にいたからよくわかるけども、基本的には下請けがほとんど作ってるんです。ドラマだったらそれはいいんですが、いやバラエティもね、バラエティになると下請けが結構任せてる、報道バラエティ、報道バラエティになると、バラエティは一番まずいでしょ、報道だってそうだからね、だから下請けの力がすごい強いっていうね、だからいつも固い問題なんかだと同じ人が出てくるんだよね。そうそう、だからもう使いようがない、使い方がないんですよね、そういう安心できる。